慣れて、お酒も過ごさない、タバコは今日限りやめる、悪いと言われたことは全部やめる、そういう生活にあなたも父ちゃんもそれを見習って子供もしつける、そういう生活を明日からしなさい、それが堅くて嫌だったら遠慮なく放射線に負けて死んでください、そういう話をして歩きます。そこまで言わないと、ただ放射線ってのは怖いもんです、どうのこうの学者の先生が話すような話をしても、今の本当に心底を心配している母親の悩みは止まりません。原発というものがこんなに恐ろしいものだということは、まだ皆さん本当の恐ろしさがまだ出てない。放射線の恐ろしさの一番深いところは、医者が見ても病気だとは思えない、しかし本人は体の具合が悪くて活動ができない、それを悩んで自殺をした被爆者はたくさんあるし、会社へ勤められなくなって、あいつは怠け者だと言われて、自分じゃ働く気が十分ありながら、あの爆弾を受けたのにこんなになったんだと誰に訴えても分かってもらえない。人間こんな苦しいことはないですよ、本当に。72歳の時に私のところへ訪ねてきた被爆者がいます。22歳の時に広島で被爆をして、数週間経ってブラブラ病が出ました。だけど軽くて何日か苦しんで治っちゃって、そのまんま何ともなしに77歳まで生きたのね。で、中小企業の社長さんでたくさんの人を使って、それが1980年ちょうど原爆が落ちてから35年ぐらい経って、急にブラブラ病が出てきて、毎日自分の工場を回ってね、5つあるんだそうです。そこ行ってみんなを励まして段取りをつけるのが社長の役割。ところがそれが回れなくなった、やったらくて、それで新潟の人なんですが、農協の病院や日赤の病院、ありとあらゆると先生に見てもらう、どこ行っても納得ない、どうしても納得がいかないから、本院になった院長に紹介状を出して東大までホテルを取って、で3日待ってやっと見てもらえて、それで何日か検査を受け、そして何日になったら来なさいって言われて行ったら、あなたには病気がありません、どうしてですか、私はこんなに悪いんですけど、私はどんな人を見ても病気を見間違うことはありませんと言うんだそうです。私はあなたを見てどこにも病気がない、誰に聞いてもらっても私のやった検査は真っ当だし、診断の結果は間違いがない、だからあなたは病気がありません。ここで帰りに埼玉県のこういうところに行くと詳しい医者がいるって聞いてたもんだから、わざわざ僕のところに来てね、簡単に怒るんですよ。なんぼ偉い東大の先生か知らんが、世界中の人間の全部の病気が分かるわけなかろうと、てめえの分かんない時は分かんないって言いやいいじゃないかと、なんで病気がねえなんて言うんだつってね、簡単に怒って僕のところに来たんですよ。それはその通りだ、それはそのお医者さんの考えは間違ってる、で、まあ、あんたの病気はこういうわけで、今の医学ではどうしようもないし、どこが悪いことも今の医学は分かんない、治す方もなければ中へ減った放射線をつまみ出す方もない、あんたが自力で自分の意思で命を守って戦って生きるしかないんだという話を
2時間ぐらいします。でやっと納得して帰ってね、それから毎月報告書をします。先生に言われてからこういう生活して、だん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 その症状が薄れてね、結局最後はがんで亡くなりましたけども、長いお付き合いをしました。つまりブラブラ病っていうのは、まあ、僕らはブラブラ病っていう名前しか知りませんから、患者さんがつけたその名前を言うんですけど、これが福島に出るだろうと私は悪いけど推定しています。というのは、被爆した放射線は広島長崎と同じプルトニウム、ウラニウムを混ぜ合わせたプルサマールっていうのを使っている。だから広島と長崎の被爆者が経験したことは必ずこの人たちに起こってくるだろう。その時期はまあ概ね3年後が一番まとまった始まりだろうという推定をしています。でも残念だけどもう始まってますね。1年目に何人ものお母さんが脱毛が始まった。放射線の疾患の特徴は粘膜出血、高熱、それから口の中の口内炎、どんどん悪くなって腐ります、腐敗をする。それから柔らかい皮膚に紫色の斑点が出ます。最後に頭の毛が抜ける、抜けるっていうより取れるんですね。当時の経験では頭こうやるとその下の毛がスッと取れる。私のところにもう4人福島の相馬の当時から4人が先生の書いた本にある脱毛っていうのが自分に始まったみたいだというふうにしてます。だからあと1年ぐらい経つと増えていくんじゃないか心配してます。で、心配する理由は日本人の医者が今どの医者も一人も内部被曝の症状を見たことがない。放射線以外について何の知識も持ってない。これは政府の力でみんなに被爆者を見て正しい指導のできるように急速に体制を作らないと医者も困るし患者さんも気の毒な状態が起きます。で、そういう心構えも準備も今の日本の中には何にもない。皆さん自身が現地のお母さん方から明日からどうしたらいいんでしょうって言われた時に、おそらく自信持ってこうやって生きれば大丈夫よというものは皆さん持ってないと思う。自分の努力で生きる以外手がないんですよ、放射能の被害は。だから自分が自分の命の本当の主人公になる、そんな思い持った人は誰もいない。朝起きて自然に生きてるから生きてる。その時思い直して今日一日自分は放射線に負けないで生き抜くんだという意志を持って生きる、この努力が私は放射線と戦う一番大事な要素だと経験上思っています。もう時間が来ました。皆さんがこれから出す一番大事なことは、孫子、ひ孫のために日本の全ての原発を止めてきれいにした日本を残すということが一つ。もう一つは、今被爆をしていろいろ思い悩んで苦しんでいる人たちに励まして元気を向こう向いてね、明るく生きる道を一緒に作ってあげることです。つまり被爆した人は助けが欲しい、薬もダメ、医者もダメ、何もダメとなったら
やっぱり背中を叩き腰を支えてね、一緒に生きようよという人をたくさん作らなくちゃいけない。それには放射線に関心を持った皆さんが学んで、そういう人間になっていただく方法がない。そう思って私は95歳でも負けないで毎日講演をして歩いています。ですから皆さんも今日私のこの話を聞いた後は、そういう立場で被爆者に対して励ます人間として立ち向かってほしい、そういうふうにお願いして私の話を終わります。